こんにちは、みなさん、一周です。このチャンネルでは火山癖が地球の最新情報と元気をお届けしております。サブチャンネルでは地震と噴火ライブ放送を行っております。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。そう今日のテーマへ行きましょう。こちら、地震ニュースですね。なんとしてみさん、あの神奈川で異常な地震が発生したということが新たに判明いたしました。今日の動画では、この神奈川の地震、一体どんな地震だったのかということと、 今後大丈夫かどうかということで詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。神奈川で異常震域、震度7の全長化ということでね、3つのテーマをご用意いたしました。まず1つ目、事件が起きた場所、異常な地震が発生いたしました。今後大丈夫かどうかということでお話しさせていただきます。まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、神奈川今後地震に要注意ということなんですね。 一体どういうことなんでしょうか？それはこの動画を最後まで見て、消すととってもよく分かりになります。絶対最後までご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずはですね。事件が起きた場所ということでお話しさせていただきます。 今回事件が起こりましたのは、西之島から北に297キロほど行ったところにあります、横浜県の山北町ですね。人口約9700人、面積224.7平方キロメートル、西之島60.5個分の大きな町でございます。この度、この山北町で異常な地震が発生してしまったということなんですね。 では、どのような地震だったのかということで、詳しく見てまいりたいと思います。その異常な地震がこちらでございますね。昨日の10月24日の21時30分ごろに、横浜県山北町で、地下深さ70キロ、170キロメートル、失礼いたしました、マグニチュード4.4、最大震度2の地震が発生してしまったということなんですね、皆さん。 最大震度にってどれぐらいの揺れなのかと言いますと家にいる人が揺れを感じることがありますまたはポン酢の液体が動くぐらいの地震だったということなんですねではこの地震について詳しく見ていきたいと思いますまずは地震が起こった周りの環境は北側が北米プレート南側が太平洋プレートそして東がフィリピン海プレートがあるということなんですね、はい、地下の様子はこのようになっております でこの山北町の地下では太平洋プレートとフィリピン海プレートの2枚の海洋プレートが沈み込んでいるわけですね今回の地震ですけどもこの沈み込む太平洋プレートの深いところで,ですね発生地震だというふうに考えられますね太平洋プレート内に存在する地面の割れ目断層これが引っ張られることによって発生いたしました正断層型の地震だろうというふうに考えられます なお、今回の地震は天然の地震でございまして、人口の地震ではありません。あらかじめご了承いただきたいというふうに思います。えどうぞよろしくお願い申し上げ、立てまつります。では、今回の地震ですけども、こちらね、山北町で起きてしまったということです。そしてですね、皆さん、この地震ですが、異常な地震だったということなんですね。 何が異常なのかということでございますけれども、それはずばり、地震が近い山北町は震度ゼロだったということなんですね、詳しく見ていきたいと思いますけれども、実際にですねこちらえ、震度をですね見ていただいております、でこの×マークのこの星マークのところね、地震が起こった場所ですね、でこの地震が起こった山北町なんですけれども、震度がゼロだったということです。 一方で遠く離れたこの東京都の千代田区などでは最大震度2が観測されたということでありますね。ということで地震が近い山北町が震度0なのに千代田区は震度2だったということですね。で実はですね、普通の地震というのは距離が遠くなると揺れは弱くなるという特性があるんですね。どういうことかというと普通の地震の場合ですね、例えば山北町の直下で震度5の地震が発生したとしましょう。 そうするとですね、地震から遠く離れた千代田区は、大体いい震度3ぐらいが観測されるというのがまあ普通なんですね。だから距離が離れると、震度が弱くなるというのが普通です。一方で、今回の地震、もう一度見ていただきますと、山北町の直下で起こった地震ですが、震度は0だったんですね。一方で、遠く離れた千代田区は、震度2が観測されたということでございましてですね、このように地震から遠いにもかかわらず、強く揺れた場所のことを、異常 異常域というわけでですねで今回は異常震域が見られる地震だったということです。では、なぜ異常震域が見られたんでしょうかそれはズバリ深い場所で地震が起こるからなんですね、えー。詳しく見ていきたいと思います。先ほどご説明した通り、今回の地震というのは沈み込む太平洋プレートの地下で起こったものですね。この深いところで起こった地震でございます。 でこのとき、ね、地震が発生するとですね地震波がブワーっと出ていくんですけどもこのときの地震波マントルをです、ね、通って山北町に伝わるわけですねで地震波がマントルを通過するときというのはですね地震波が弱まってしまうという特徴があるんですねそのため地震波が弱まりまして直下の山北町は震度0だったということです。 一方で、千代田区などはどうかというとですね、地震波はフィリピン海プレートと北米プレートを伝わって地震波が伝わっていきます。すなわちマントルを通らないわけですね。マントルを地震波が通らない場合は地震波が弱くなりにくいという特性があります。そのためですね、千代田区は最大震度2が観測されたということが考えられるわけですね。 ということで、このようにえ地震波の伝わり方の違いにより、え今回異常震域が見られる異常な地震が発生したということでございます。えでは、これ今後大丈夫かどうかということで気になってまいりますが、ここで皆様に今日の問題でございます。今日は横浜県山北町に関する問題ですね。意外な名物とは次のうと一緒かということでお考えください。きゅうり、にんにく、かぼちゃ。 謎組織の長万部風呂上がりのコーヒー牛乳大好きクラブが開発した一品、雪子コドーナツ宇宙のパワー、さっと一緒かということをお考えください。さあ、二一はい、終了です。正解はですね、なんと、これは、2番のニンニクということでありましてです、ね、皆さん。意外にもこの山北町、ニンニクが有名ということで、皆さんニンニク好きですか僕もね、 あのニンニク好きですけども、血液サラサラということでね、美味しそうですね。はい。まあ、余談はですね、これぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょう。今回、異常震気が見られる地震が神奈川で発生したということで、失礼いたしました。横浜ですね。横浜で発生したということで、今後大丈夫かどうかということでございますが、これはもちろんですね、今後も要注意ということなんですね。 はい今回のですね異常震域が見られた地震ということなんですけど、異常震域の地震自体はですねこれはの沈み込む太平洋プレートの深いところで起こった地震ですから、これ自体については異常な地震ではありません、普通の、えー、地震になります。一方で、ですね今回地震が起こりました横浜の辺りですけども、過去に巨大地震が3連発も起こった、とんでもない場所だったんですね。 はい、この、えー、横浜の3連発巨大地震が起こりましたのは横浜から南にあります、えー、相模トラフですね。 1923年に関東大震災が起こりました犠牲者10万5000人以上を出した大きな災害でございますけれども実はですねこの地震巨大地震3連発起こったというとんでもない地震だったんですね詳しく見ていきたいと思いますまず関東大震災ねどこで起こったかというと今回の地震は沈み込む太平洋プレートの地震ですけれども関東大震災は北米プレートとフィリピン海プレートの境界で起きたものですねこの関東大震災の の場合はえ大陸プレートがですねブワッと跳ね返ったとでその結果え発生したえ巨大地震ですねで実はですねこの関東大震災なんですが3連発の巨大地震が発生したという地震になっておりますまずですねこちらが実際の地震の図ですね関東大震災でえ起こりました巨大地震の写しております図中の丸マークが巨大地震が発生した場所です。 まずはですね、1923年の9月1日に11時58分ごろにマグニチュード7.9の本震ですね、これ、が地震が発生しました。これが一番強い地震です。これがまあ関東大震災ですね。で、その地震からおよそ5分後、マグニチュード7.3の余震が発生いたします。はい、これがこの東側ですね、神奈川の東側で起こりました。 でこの地震から4ヶ月後にさらにですねこの西側でマグニチュード7.3のですね大きな地震が起こったということで、まあ、このように阪神・淡路大震災と同じ規模の地震がです、ね、なんと2回回回回も3回2回以上、ですね2回も発生したというのがこの関東大震災ということですね、まあ、見ていただくとですねマグニチュード7から9クラスの大地震が3連続も起こったというのがね こ、えー、この関東大震災だとということなんです、ね、すごいですね、皆さん。はい、ということで、まあ、このようにですね過去に大きな地震が起こった場所なんだということですよね。はい、そして、えー、横浜で将来、えー、巨大地震が危険な場所といたしましてはですね この今日ご紹介した、えー、相模トラフですね相模トラフなんですけど、えー、マグニチュード8クラスのような大きな地震は起こるかどうかわかりませんけども、えー、マグニチュード一回り小さいマグニチュード7クラスは最大で70%確率で発生する可能性がありますこれはですね我々生きている間に、えー、観測される可能性非常に高いです発生する可能性高いので、えー、気をつける必要がありますね震度6以上はですね覚悟しておく必要があるというふうに 思っておりますそして、えー、危険な断層もですねいくつかあります。例えば、えー、西側にあります塩沢断層帯、マグニチュード6.8以上の地震が30年以内に4%、そして、えー、三浦半島断層群、マグニチュード6.6、えー、30年以内に11%の確率で発生する可能性があります。そして、えー、もう一つですね、えー、危険な場所が、えー、長万部にあります、黒松内低地断層帯ですね。 こちらが阪神淡路大震災と同じぐらいのマグニチュード7.3程度の地震が30年代に5%ということでありましてです、ね、皆さん、まあ、このようにね、横浜というのは危険な場所がいっぱいあるということでございまして、これからも地震に備えていきましょうということでございました。また新しい情報が入りましたら、すぐの時計いたします。そういう情報を見逃さないためにも、ツイートもチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 えー、そして、えー、10月28日のメンバー限定講義は草知恵さん巨大湖と、えー、温泉誕生ということでこちらもですねどうぞよろしくお願いいたしますでは今日の問題でございます異常震域が見られる地震は発生する原因とは何でしょうかということで今日は異常震域について取り扱いましたなぜ異常震域起こるのかをですねコメント欄に書いて挑戦してみてください正解者方にはハートマークをつけたいと思います でではここままま簡単なととめを振り返り返たいと思い思す。今回、ですね、この横浜県の山北町で地震がですね、発生したということですね、この地震は沈み込む太平洋プレートの内部がですね、引っ張られることによってずれ動きました、静断層型の地震が発生いたしました。 で今回の地震ですけども、直下の山北町震度0だったんですけども、東京都の千代田区震度2で異常震域が見られましたよということです。なぜ異常震域が見られたのか、それは深い場所で地震が起こるからです。今回の地震は沈み込む太平洋プレートの深い場所で起こった地震です。そうするとして地震波がですね、マントルを通って伝わっていきます。そのために直下の山北町は震度0です。一方で、 この千代田区などはですね、フィリピン海プレート、北米プレートを伝わって地震波が通っていきます。マントル通りませんので、地震波が弱くなりにくいんですね。そのために最大震度は2を観測したということです。このようにして、地震波の伝わり方の違いで異常震域が見られるわけですね。で、 えー、今回はですね、まあ、異常震域といってもねこれは至って普通の地震でございますので、ねまあ、ご安心くださいということです。一方で、この横浜のあたりはですね、えー、相模トラフと呼ばれている危険な場所があります阪神・淡路大震災、阪神じゃないですね、関東大震災を引き起こした場所ですけども将来、マグニチュード7クラス地震が最大で70%。 さらに、塩沢断層帯、三浦半島断層群などですね、危険な断層が、えー、目白押しの、えー、場所になっているということでありましてですね、皆さん、これからも、えー、地震と噴火に、えー、備えていきましょうということでございました。また新しい情報が入ったらお届けしますということでございました。ほい。以上が今日の放送内容になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイーもチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 10月28日のメンバー限定講義は草しあさん巨大湖と温泉誕生ということで、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。ライブ放送でも、サブチャンネルではライブ放送もやっております。それではまた皆さん次回の放送でまたお会いいたしましょう。